今日は懐中電灯の収納ホルダーのご紹介です。とても可愛らしい収納ホルダーが届きました。こちらのホルダーはこのネイビー色のデジタルカモとこのロイヤルブルー明るい青色の PP ベルトを使っています。今話題のオーライトS1 バトンを収納するための専用ケースです。袋の部分はベルクロ式とマジックテープになっています。背面にはベルト通しがついています。このベルトの部分はお客様のご希望に応じて変えることができます。こちらのケースはイーグルタック S200C2 用ですが、ネイビー、ネイビーのこのデジタルカモは一緒ですが、この蓋の部分は紺色、ネイビー色になっています。このようなトーンになります。こちらは通常の黒色です。蓋の部分を黒色にしますとこのような感じになります。蓋の色をライトグレーにしますとこのようにちょっと明るい感じになります。袋の部分もいろいろな種類がありまして、こちらがグリーンをベースにしています。この蓋の部分はマルチカンです。このようにご希望に応じて袋の部分と蓋の部分をカスタマイズすることが可能です。いかがでしょうか。